えー、はい。えー、どうも、皆様おはようございます。かぶくんです。えー、今日はですね、あのー、えー、そうですね。まあ、女子の方からお話ししていこうかなと思って、これ今僕が作っている最中の表なんですけど、えー、今ね、今日ようやく、えー、まあ、近畿は昨日、 あの、おとと見終わって、で、昨日と今日で東北北海道大会をちょっと見ていきました。えー、ちょっと表を作っておりますので、ちょっと見にくいんですけども、まあ、解説しながらお話ししていきたいと思います。えー、ちょっとごめんなさいね、東北道、えー、これちょっとね、ちょっと、えー、すいません、あの、 ちょっとね、9月29日から10月1日に開催された東北、北海道ブロックですね、えー、を、えー、紹介しまして、この、えー、表はですね、2023、24年、まあ、今期の日本のシリア都市の全選手のデータということになります。坂、えー、本香里選手が一番最初にいますが、そこからこうずらーっといって、もう本当にたくさんの選手がね、このようにおるんですよ。もうすごいですよね。何人いるんでしょうかね。ものすごいですよ。 もうこれ全部僕見てきましたからね。全部皆さん知ってますよ。どのうう演技したかね。あの皆さん覚悟してくださいね。僕は全部見てるんですからね。本当にね、あの余すことなく全部僕は見ちゃいますからね。そうしたいと納得いかないんです僕はね。 <laughs> はい。っていう、まあ、冗談は去っており、でも本当に見てます。え、種市選手112万、112万までね、もうすごいいますね、女子の選手ね。すごいね、100 110人を超えてるというね、誘うわけですから、ほんとたくさんの選手がいっぱいいてね、もう余すことなくフィギュアを堪能してますからね。種市選手は棄権したか、東北国会のブロックは。うん。はい。ということになりました。で、今回見てきたのが、 えこちらの、えー、東北北海道のブロックということになります。はい。で、えー、誰が参加をしたかっていうと、これ、だーっと下の方に行って、ちょっと見にくいんですけどもね。えー、1位がですね、東北北海道ブロック第1位が正前のどかさんですかね。ということになりました。おめでとうございます。1位が正前選手、132.08というデータとなりました。はい。そうですね。うん。 で、比較的、まあ、僕が、なんか、独断の偏見で、上手いと思った選手が、まあ、上の方に、こう、まあ、上手いというか、レベルが高い選手ですね。うん。を、まあ、上の方に、こう、なるべく書こうとしていて、1位が132.08の翔善選手ですね。で、東北国海道ブロック第2位になりましたのが、えー、三浦選手ですね。三浦選手が2位ということになりました。 3位が山崎選手。4位が加藤選手。5位がですね、伊吹選手。8位が一石関選手ですね。一石選手ですね。となってます。はい。うん。という感じになりましたね。 はい。っていうふうに、ちょっと今、表を作ってますからね。まあ、あの、個別の大会ごとに、まあ、ちょっと今度、ま、間に返して書こうかなと思いますけども、まあ、これが20 23、2023、2 4日本シニア都市のデータということになります。で、えー、明日以降は、フィンランドー会が先に、え、10月の4日から8日にかけて開かれました。で、その次、中、四国、九州、え、ブロックが、 10月6日、この中開かれましたので、これを見てきて、データを書いていきます。そして次、関東ブロックが10月6日、この日に行われてましたんで、これも選手のデータを書いていきたいと思います。日体での選手もいるかと思いますので、楽しみにちょっと見ていったりもしていくという感じですね。 はい。これが、まあえー、まあ、ずっとこのね、えー、原ンササマーカップのところから、えー、始まっていって、えーまあ、東京歌舞とか、まあ、オータムクラシックの,の、えー、なんだっけ、あの、国際大会とかでも、えー、書かれていますね。はい。うん 今後このデータが続いていって、まあ、あの、グランプリシリーズとか、ファイナルとか、え、全日本選手権とか、まあ、東日本でもそうですね、えー、四大陸とか、世界選手権とかも書かれていきます。で、さすがにね、ちょっとジュニアはね、男子はやるかもしれませんが、女子がちょっとあまりにも人数多いんで、まあ、ちょっとずつやるかな。うん、ちょっとわかりませんけどね。 で、一応ね、男子もね、昨日一日中、あ、今日、昨日今日一日かけて作ってきたんで、ちょっと紹介をしていきます。男子はこのようになってます。男子も、いや昔よりも人数増えましたね。えー、宇野昌磨君からこのように始まって、宮田香く君、佐藤く君、鍵山優馬君、友野君など、有名な選手が並んでいきます。このあたりは皆さん知ってますね。杉山くんとかも知ってます。角脇ね、最近結構皆さん注目、角脇選手が名前ね、知られるようになりましたよね。 うん。はい。って、このになっていますね。国方くん、たりとか、しまして。はい。うん。このうなってまして、えー。はい。最後の田村亮太くんまでいますね。田村さんが59番ですね。今、くんって言いましたけども、田村亮太さんはですね、あのー、ちょっと、あのーね、性同一性障害を、えー、公開、公表されている方でですね、あのー、なってますの、ね、で、くん、くんではなくて、えー、さんで、ちょっと、あのー、すいません、えっ、ー、と、 ね、今言い直したんですけども。で、えっ、ー、とね、あのー、で、この田村亮太さんをはじめとする選手たちが、今回この東北北海道ブロックに出てました。で、 男子については、東北海道ブロックは3名だけとなりました。この3名ですね。えまずえ、坪井さんが、ね、1位となりまして、128.09でトップとなっています。え金子選手が2位で115.36でした。で、えー、3位がえ田村亮太選手ですね。3位、86.51となっています。うん。で、田村選手はショートプログラムが29点ぐらいだったんですけども、個人的にはフリップも3回ってんとか降りたし、ループもトリプルループも決ま 止まっっっっていたたたたんんでですすけどももだかかからととと点数出出るかなな思ったんですがが意外と出なかった感じがありましたねスピンなんかもビュールマンスピンとかやっててすごいなって思いましたあのキャメルフォワードのところも柔軟性があって非常に素晴らしかったんで,でスピードがもっとあればいいなちょっと思ったんですけどもあのとても、えー、すごい、えー、あのでもジャンプが多分回転が足りなかったかもしれませんけどね、うん、あとさっき精度一性障害の話をしたんですけどもあの日本の,だあの あの、まあ、男女関係なくですね、日本の、まあ、有名とて言いますか、まあ、こういった大会に出る選手で、あの、LGBTQ を、あの、公表、公開されてる選手って、あの、まあ、ああの、薄めにはね、あ、この方なんか当回し言ってんのかなっていうのは、ちょっとたまにあったりはするんですけどあまりうわ、うら、うら知らないんですよね。うん。だから、 えー、まあ、トランスジェンダーと言いますかね、まあ、性同一性障害を、まあ、あのー、公表されて、出場されているという選手は、今回初めて僕見たので、で、海外とかですと、まあ、LGBTQ は、まあ、結構公開をされたりする選手いっぱいいますので、まあ、慣れてるって言ったら、あれですけどあれなんですが、日本ではいなかったので、えー、そういった LGBTQ であったり、うう悩みとか書いてる選手だったりとか、えー、そういった生きづらい方とかもいるかと思いますので、そういった、まあ、光と言いますかね、まあ、なんだろう、うこう、 まあなんだろう、なんか光って言いますか、なんだろう、希望になるような、ねえそういった、あの、ね、なんかね、なってほしいなとちょっと思ったりはしました。うんで、そうですね、うん、っていうふに感じましたね。 で、えっ、ー、と、それから、一位にあったつぼい選手に関してはですね、あの、実は、公務員スケーターということでして、なんか、あの、役所に勤めてるんですかね。なんか、本郷里香さんが、なんか、役所勤めだから、すごいなんか、個人的に応援してますとかなんか言ってて、すごい印象に残りましたね。<laughs> そう。なんかね、あの、あのね、本郷里香さんの解説がすごく面白くて、なんか、あの、でね、 今回、東北北海道ということで、まあ、仙台ということで、えっと、本郷さんの地元ですよね。待って、地元だったかな。ね。まあ、で、なんか、結構、ね、親しみが、しがあったりとかあって、久し親しみ、し解説とは親近感がある、えー、解説がとても面白くてですね。えー、なんか、聞いて、聞いちゃいました、僕はね。うん。 でね、ジュリア男子のとこではね、あの、ロミジュリをやってた男の子にすごい本郷さんハマってて、なんか、え、なんか東日本でも、あの、ロミジュリの子、すごいなんか、良かったから、あの子、ロミジュリやるのにふさわしい子とか言ってて、すごいなんか印象残ったんで、ちょっと本郷さんの解説僕、あの、大好きですね。はい。まあ、そんな感じで、なんか、と、でね、まあそう、だから坪井さんはなんか、あれらしいですよ、なんかね、えっ、ー、と、 え、なんだっけ公民スケーターということで、本郷さん興奮、興奮じゃなくて、なだっけすごい応援してましたね。はい。という感じでした。僕のフィギュアスケート感染状況は東北北海道までとなっています。 で、フィンランディアは一応ね、このように三浦香音くん位佐藤俊くんに書いてるんですけど、フィンランディア杯は僕まだ見てないんで、ちょっと明日以降を確認していきたいと思います。で、その中四国杯、中四国ブロック、関東ブロックを見ていくという流れですね。で、グランプリシリーズまで間に合うかなわかんないですね。 うん。で、ジュリアン選手ンのデータも作ろうかとは思うんですけど、いや多分ね、めちゃくちゃいるんで、まあこれは <laughs>、あのー、半年か一年かけてゆっくり作ろうと思います。<laughs> はい。というわけで、ありがとうございました。えー、またこの表をもとにいろんな考察なんかもしていきたいなと思います。どうもです。